皆さんこんにちは。2008年12月24日クリスマスイブの日に、飯島愛さんが東京渋谷にあるマンション21階の自室で遺体となって発見されました。さまざまな疑惑を呼んだ飯島愛さんの死ですが、飯島愛さんが引退前に金スマで占い師の木村富士子さんと交わした意味深な会話、そこで語られた木村富士子さんから飯島愛さんに語った二文字の真相など、未だに不可解な部分が多い飯島愛さんの死因、コンクリート事件との関連性があるとの噂もあります。今回は飯島愛さんの噂や死の真相について調べてみました。まずは簡単なプロフィールを紹介します。芸名飯島愛、本名大久保松江、1972年10月31日生まれ、2008年12月17日没年、東京都江東区出身、滝野川女子学園高等学校中退、株式会社ザイス IS 元代表取締役。飯島愛さんはリビングの椅子から転げ落ちるようにうつ伏せになって倒れていたといいます。発見者は連絡が取れなくなったので様子を見に来たという知人女性。遺体の腐乱状況から死亡推定日は1週間前と判明しました。飯島さんの突然の死は様々な疑惑を呼びました。自殺、事故死、薬物中毒死、さらには他殺説まで飛び交いました。中でも薬物説は、警察が初動の段階で薬物検査キットを持ち込んだことから有力視されています。伏線もあったようで、その年の1月頃、飯島さんは渋谷署にフラッと現れ、私薬を飲んでおかしくなっちゃったなどと意味不明なことを話し始めたといいます。渋谷は都内有数の薬の流通地、慌てた警察官はすぐに薬物検査を行いましたが、結果は白だったそうです。最終的に死因が特定されたのは翌年2月、事件性はなく肺炎だったと発表されました。飯島さんの死の謎を解く鍵は2007年3月の芸能界引退に遡ります。当時テレビのレギュラー番組4本を抱える売れっ子だった飯島さんの引退理由は腎盂炎の悪化というものでした。病気なら休養という形で様子を見るのが普通で、ましてや人気タレント、事務所も引き止めたはずですが、それ以上に芸能界を辞めたいという本人の意思が固かったというのが芸能関係者の共通した見方でした。飯島さんは多くの芸能人と違い、自ら死亡して芸能界入りしたのではなく、大ベストセラーとなった彼女の自伝プラトニックセックスに記しているように、波乱万丈な思春期を送っています。家でホステス、愛人、整形などを経て最終的にたどり着いたのが、まとまったお金が欲しかったという理由で入ったアダルトビデオ AV の世界でした。その AV 出演が芸能界入りのきっかけとなっています。愛くるしい顔とセクシーな死体にテレビ界が注目、深夜のお色気番組ギルガメッシュナイトのレギュラーとなり、大胆なティーバック姿を披露、愛ちゃん人気はたちまち社会現象になりました。またチャゲ&アスカのアスカ容疑者の薬物事件でさらなる衝撃情報が報じられました。週刊文春にてアスカ容疑者の様子がおかしくなっていった原因として、飯島愛の死が大きく影響していたというのです。文春によると、アスカ容疑者は飯島が死去する数ヶ月ほど前に渋谷区にある飯島の自宅で合成麻薬 MDMA を使ってセックスをし、その様子をビデオに撮っていたそうです。飯島愛さんはセックス以外の場面でも日常的にカメラを回して記録を残していたそうですが、アスカさんは飯島が死去したと報じられた際、パニックを起こしてごく親しい関係者に、やばいことになった、あんなものが流出すれば俺のアーティスト人生は終わると漏らしていたそうです。飯島愛さんは当時自身のブログにチャゲアスのコンサートを見に行ったこと、またチャゲアスのアルバムが良かった、アスカさんの声がすげえいいといったことも書き込んでいます。また飯島の自伝本プラトニックセックスが映画化した際には、チャゲアスがノットアトオール名義で挿入歌を楽曲提供したりと、両者には一応接点はあったようです。しかし
今回報道されたような愛人関係については全くの初耳。どの媒体も気配さえつかんでいなかった知られざる間柄だったようです。また木村藤子さんからの2文字ついても調べてみました。金スマで飯島愛さんが引退するということでお別れの特集があり、その時にゲストで来ていた木村藤子さん、引退をするという飯島愛さんに対してそれを止めるような感じだった木村藤子さん。途中マイクなしで2人で会話する場面もありました。木村藤子さんと話をした後、超怖えと飯島愛さんが言葉を発していました。よっぽどすごいことを言われたのかと、当時から何を言われたのか気になっている方も多いと思います。そこで会話された内容は、飯島愛さんが死去された後に木村藤子さんが次のように語ってくれています。私が飯島さんに気づく、考え、違う生き方をもっとお話しできればよかったと後悔しています。今ここで言葉にはできませんが、彼女にたった一つ気づいてもらいたかったことがありました。それがあればもう少し違う人生があったと。彼女はアクシデントがありいろいろ悩んでいたと思うんですが、たった一つ心の落とし穴に気づけていなかったんです。引退を決めたと言っていても彼女は悩んでいましたし必死だった。あの時にも絶対考え方を変えた方がいいと私は強く引退を引き止めました。そんな中、彼女はたった一つの二文字の言葉を言ったのです。それは私がとても残念だと思う言葉でした。人間として残念だった。そして木村さんが飯島さんの死を知った2日後のこと、青森にある自宅にてこんな出来事があったそうです。ある自殺した20代の青年の除霊をしていたんです。その最中、飯島さんが私のそばに立ったんですよ。スカートを履いていて膝のあたりから見えたので、いるなという感じがしていたのです。そして青年が成仏するときに飯島さんがソファのところでにっこり笑って立っていたんです。にっこりです。その青年はフランシュタイで見つかったんです。最後、青年を成仏させるときに悔いはなかったですかと聞いたんですよ。すると自分はもうどうにもできなかったと涙をこぼしながらその霊は言いました。その時、飯島さんも同じ気持ちだったのかもしれないと思ったんですよ。この世を経ってからの日にちが少ないのに、悟り切ったような、満足なような、それが今私に見える飯島さんですねと語っています。飯島愛さんが言った二文字の言葉というのは何なのでしょうか。人間として残念だったという木村藤子さんの言葉からマイナスなワードというのは予測できます。暴露、復讐ではないかとネット上では言われているようですが、本当のことは飯島愛さんと木村藤子さんにしかわからない事実です。金スマで木村藤子さんとマイクなしで会話した後、超怖えと声を上げた飯島愛さん、この時一体何を言ったのでしょうか。木村藤子さんは飯島愛さんに持って2年と言ったのではないかと話題になりました。この助言をされた後、1年半後に亡くなった飯島愛さん、これが本当ならば助言が当たったということになってしまいます。愛さんが芸能界引退すれば死が待っているということを語ったのでしょうか。だから木村さんは飯島愛さんの引退を引き止めていたのではないかと思います。何か大きな闇を抱えていたような感じはありましたが、統一教会絡みなのか、コンクリート事件のことなのか、エイズやアスカさんとの盗撮ビデオなどいろいろ出てきましたが、本当の真実は未だに判明していません。また飯島愛さんがコンクリート事件に関与しているのではないかということも噂になりました。そもそもなぜこんなことが噂になったかというと、飯島愛さんが犯人たちと同世代だったこと、事件があった東京都足立区綾瀬にほど近い場所に住んでいたこと、当時は家出したり不良とつるんでいたこと、このような理由からコンクリート事件と関連しているのではないかという噂をされていたようです。飯島愛さんが突然の引退発表をしたのが2007年、コンクリート事件の主犯格の犯人の出所が2008年だったそうで、出所する前に引退したという説もあります。ただどれも推測であって信憑性はありません。
飯島愛さん自身も以前ブログで否定していました。関与しているという噂をされていることを悩んでいたそうです。コンクリート事件の犯人が元彼なのかという噂ですが、これも信憑性のない噂でしかないような気がします。飯島愛さんは亡くなられているので本当のことは分かりませんが、いろんな噂が噂を呼んでできた噂のような気がします。亡くなってからもこういう噂が立つのは悲しいですよね。飯島愛さんが2008年12月自宅マンションの一室で死去した際には各メディアが取材に奔走。遺体から薬物反応が検出された、また精神を病んでいたといった報道も盛んに行われました。死因については肺炎とされていたものの、やはりその後も薬物の過剰摂取説が囁かれていました。文春の記事では飛鳥さんとのビデオの存在に関して、薬物依存症に特有の被害妄想だったのかもしれないという証言も掲載されており、まさに真相は闇の中という状態です。今後飯島愛さんの死について真実に近づく新たな情報は出てくるのでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。